エジカ、孫文は革命派や方政府に組みし、後に中国国民党や国民政府で活動した。日中戦争期には中華民国維新政府や南京国民政府の要職を歴任した。字は人ずる。日本へ留学して明治大学で法学士、東洋大学で文学士の称号をそれぞれ取得した。孫文が語法運動を開始すると、 1917年9月、陳軍群は、公衆の大元水風筆書に就任した。1923年5月、大元水風宣伝委員となる。後に大本営中国国民党党務準備委員に就任した。孫文史後の1926年以後は、国民党上海政治分解委員、国民革命軍あずま自葬式部政治部主任。 上海警備総司令部軍法所所長、国民党宣伝部中古弁事どころ主任、第26軍政治部主任、上海法政学院総務長などを歴任した。1927年4月の上海クーデターでは、中国共産党員の大量粛清を行い、妖虎らと共に人々から恐れられた。1932年1月、 国民政府内政部政務次長に就任、間もなく、首都警察庁長長に移動した。しかし後に、共産党粛清の経費をめぐって、蒋介石と対立してしまう。そのため陳軍は、下野に追い込まれ、上海で弁護士を開業した。日中戦争勃発後、陳軍は、上海の治安維持に当たっていたが、日本からの示唆を受けると、両大取り調とともに、 新日政府組織を図る。1938年3月、中華民国維新政府が成立すると、陳軍は内政部部長に任命された。同年9月、維新政府が大勝都市らの中華民国臨時政府と中華民国政府連合委員会を組織すると、陳はその委員となった。1940年3月に、王朝名による、 南京国民政府が成立すると、陳軍は、行政院内政部部長、文事委員会委員、中央政治委員会委員の3職を兼任した。その後も、県政実施委員会常務委員、中日文化協会常務理事、東亜連盟中国総会常務理事、国民運動促進委員会常務委員、中央警察学校校長、物資調査委員会委員長、 新国民運動促進委員会主任委員などを歴任する。1943年9月、チャンス省省庁理事軍が暗殺されると、陳軍が公認の省庁となり、翌年11月、党資委員長に就任した。1945年8月17日、日本の敗戦によって自身の理想が瓦解したことに絶望し、陳軍は南京の邸宅で、 副読自殺した。去年56。このチェンジーは、音楽家、ギター奏者であり、中華人民共和国の音楽会重鎮として、中国放送ギター楽団団長、中国ギター学会理事長、中国、アメリカ音楽学会主席などを歴任している。ありがとうございます。